皆さん、ドミノさんトライアングルでございます。ということで今回なんですけど、ついに青野とアシュラオに挑んでいきたいと思います。そしてまずアシュラオにを挑むに前にちょっと一応お知らせというかね、言っておかないといけないことがあります。青野と EX、要はまあそのステージを作ってくださる方がいて、その方のやっていたんですけど、まあちょっと今一旦お休みしているんですけど、アシュラオに、そして隠しステージが終わったら、その作ってくださってる方もね、16回以降作ってくださってるんですよ。なのでそれをやっていきたいと思います。はい。なので作ってくださる方、作ってくださった方もありがとうございます。やらせていただきますので、そして、皆さんもぜひ楽しみにしている方も多いと思います。青のトイ X なので、ぜひその時はご覧にくださると嬉しいです。だからとりあえず隠しステージだよね。まあ激怒アシュラオニなのかわかんないけど、それを突破次第、やっていきたいと思いますので、よろしくです。ということでじゃあ行こうか。デンジュー、行くぞ。行くよ。もう行きますよ。もう行っちゃいますよ、マジで。多分、もう、わかんないけど、前後半になるかもしれない。そこだけ、ご了承くださいませ。まずはちょっと挑戦編ということで、どんなもんなのかなっていうことで、チケット、まあ3枚ぐらい、ちょっと使っていこうかなと思います。ということで、挑戦する。まずはどんなものなのか、見させていただこう。アシュラオに。あー、この曲、いきなりこの曲なの？え？これ、隠しステージの曲だよね。しかもステージの感じも、これ隠しステージの雰囲気だ。それがいきなり、今回は、通常、ステージで来ると。アシュラオニが現れた。炎を使った攻撃に要注意。炎？え、謎だな。もう全く無知なので。スイッチがある。え、もうスイッチ押しちゃっていいの？え、いいのこれ。押すよ。わあ！やろ？ちょっと待って早くない？いや、ゼウスの火じゃないぐらい早い。うわー、楽しそう。いきまーす。もう一回。さあ、飲み物飲んで補充しました。いきなりあれ押すの怖そうなんで、まずちょっと様子見たいと思います。はい。一回下がりますね。すぐに押そうとせずに一回下がる。どんなもんなのか。うわあ、うわあ、ちょっと待って待って待って、はっやばいんじゃないこれ。これやばいか。一回逃げるか。でも、動くのかどうかとかも確かめたいからな。なるほど、あそこね。ちょうど当たるとこにいたのか。いやー、これ最初タイミングだな。ポケットビスケッツだな。タイミング。ありがとうございます。行くぞ。さあ。オープンで、ここは大丈夫。うわー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 、ちょっと待って、早い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 で、これ赤、待って、押せるか。うわー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 、はい、早い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 、ちょっと待って、大丈夫大丈夫。炎来た炎来た炎来た、炎が来てる。いいよ。うわー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 、ちょ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 、大丈夫大丈夫、いいよ、いけるよ、これいけるよ。一発クリアあるか。わわわわわ、来た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 、押せる。ボーン。え、でもいけるんじゃない、これいけそうな気がするんだけど。今2個目でしょ。3個押したらクリアでしょ。いけるんじゃないかな。いや、でも舐めてんのかな、舐めすぎかな。そんなわけねえよみたいな、そんなことさせねえって感じになるかな。いや、でも前作自体はそんなに難しくなかったからな、前慣れたら。慣れたらそうでもなかったから、そう、パターンさえ分かっちゃえば、ブーン！行くか、もう一回行きましょう。じゃ、これ一旦ラストのチャレンジで行きたいと思います。とりあえず今回ちょっと様子見というかね、どんな感じなのかなっていうのをちょっとお見せしたいので。行こう。読み込み中です。参ります！レディ！かっ！よし。一回落ち着いて、アンチを探せ。アンチー！上上がって、一歩二歩が、二歩が、アンチやね。上上がって、一歩二歩。二歩目。上上がって、二歩。上上がって、二歩。上上がって、二歩。よし。上上がり、
1、2、ここよし。で、あ、まだ戻って戻って、あー変わる変わる、上上がって2歩のさらにその後1歩進むか、でさらにこっからもう1歩進める。え、ここ角っちょした、変わるんだ、変わるんかい、これマジか、変わるのか。はい、で一回やってみようか。ちょっと、もう左に行きます。一番端。そうすることで、もしかしたらなんだけど、こっから、はっ、ここ、どうだ、あ、ゆっくり、OK! 危ない、よしよしよし、いいぞ、いいぞ。いや、ばばば、おお、一瞬で来るのね。で、高速すぎないか、スピード。カニさん歩きやな、かわいいな。よし、さっきのやり方でいい気がする。一回まず避けて、そっから端っこに行ってゆっくり、進んでいくという形でいいかな。とりあえず行こう。ここ行ってまっすぐ行って、まずはっ、で、どこだ、ここか、よし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 、 OKOK、 でさらにもう一回来る、はい、でここで来るんよ。もう一回来るから、ここ油断せずに、ここ油断せずに、いきなり来るから、いきなり来るから OK、 いける、いける、いける、いいぞ。でゆっくり行こう、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりでいい。いい、ああ、もう、ああ、ランダム性、ランダム性。一旦ラストの、とりあえずね、今日はラストとさせていただきたいと思います。いや、絶対明日にはクリアしますが、はい、ちょっと、これは最初が鬼門だな、慣れるまで。もう一回来るぞ、もう一回来るぞ。で、OK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 、いいぞ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 。で、ここで、炎が来る。しかし大丈夫。炎届いてないよ。で、こっからランダム性が来る。ランダム性の魔術師。魔術師危ない、やめて、そう、もう、テロじゃん。あばば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 ばいける、いける、危ない、よし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 、いける、あ、いける、いけるかも、いけるかも、いけるかも、あ、ラストじゃないこれ、スイッチ絶対これラストでしょ、ラストチャンス、へい、ああ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 あ、いやー、最後の最後いけると思ったんだけどな、本当に。いやー、もしかしたらって思ったけど、わかんない。でも、スイッチが3個じゃない可能性もある。でも、アシラがなんか出口あった気が、なんか戻ってきてた気がするんだよね。だから、あのままゴールなのか、でも、いや、でも、まだありそうな気がするんだよね。多分、あの先も。なんかね、クリアの感じは、いやでもまだあるよ、あれ絶対。まだあるって。スイッチ3つ目押して、はい、オッケーです、じゃないと思うんだよ。そっから最後の難関が1個あってだと思うんだよ。予想だとね。なので、ちょっと気になる方はぜひ、明日クリアできるかな。ちょっと、その先もぜひ見たいという方は、明日見てくださると嬉しいです。いやー、どうなんかな、ちょっと、ね、ゼウス鬼よりは、まあ、間違いなく難しい。でも、意外と、その、感覚さえ慣れてしまえば、いけるかもしれない。思いっきり弾幕が激しいっていうわけじゃないんですよ。その、確かに一個一個のスピードは速いけど、その、なんだろうな、ゼウス鬼の場合って、まあ、四角い箱って言ったらあれなんですけど、四角いステージに、真ん中にゼウスがいて、そこでぐるぐる回ってるから、常に攻撃。要は、その、しかも、雷も出てきてたんで、もう常に避け続けるっていう感じだったんだけど、今回に関しては、まあ、鉄球もあるし、確かに炎もあるんですけど、あんまり、恐れることはないなっていうか、パターンがあるから、そんなになんか大丈夫な気がするので、どうなんだろう、多分この先もあると思うんで、さすがにあれで終わりじゃないと思うんで、なので、ちょっと、まあ、楽しみ、プラス、
ちょっと怖い感じを胸に、やっていきたいと思いますので、ぜひ見てみてくださいませ。はい、ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてベルマークですね。ベルマークを押していただけると、すぐに、通知が行きますので、していただけると嬉しいです。そして、青の塔 EX のね、内容の気になるっていう方も、ぜひ見てくださると嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。僕はこれからやります。頑張ります。じゃあお疲れ様です。バイバイ。